ユンカース1252、1252は第二次世界大戦時にドイツのユンカース社が開発した輸送機である。152の後継機として開発され、3発のエンジンを搭載する形式は踏襲されたものの、機体構造を近代化し主客は完全引き込み式となり、エンジンも大幅に強化された。1941年に初飛行したが、前線では、 十五十二に対する需要が強く、また本機は近代的ゆえに機体価格が高価だったため空軍からの大量生産発注を受けることができなかった。これを受けてユンカース社では性能を落とす代わりに機体価格を抑えた機体の開発に着手することになった。元々の十二百五十二は1938年に持たれたユンカース社と ルフトハンザドイツ航空の会議で生まれた。ルフトハンザ航空は152の代替となる、より優れた搭載量、座席数、航続距離、性能を持つ機体を要求し、ユンカース社は当時としては世界中でも大きな部類の35席までの余圧式キャビンを持つ EF-77 の設計案で、これに応じた。 EF77 は152の BMW132 製型エンジンに代わり、ユンファース188が使用していた、環状ラジエーター付きの3機のユモ2 1 1回を装着したおかげで性能が劇的に向上した。152と比較すると、1252は搭載量が2倍、時速 100km 以上有速で、最大搭載時の航続距離が劇的に改善された。 1941年10月に試作機の飛行準備ができた頃には戦争は進行中で、ドイツ空軍が開発を引き継いだ。初期のオーリン式降着装置のせいで、1252は通常通りの中期中は床が傾斜しており、荷物の積み入れが困難であった。ユンカース社はこの問題を新規開発したローディングランプで解決した先駆者であった。胴体後部仮面に装備された。 この油圧作動式のローディングランプはトラポクラッペと呼ばれ、開くと、オリンを持ち上げ、大きな荷物を搬入できた。第二次世界大戦以後、あらゆる国の輸送機は、首輪式の膠着装置を備えるに至るが、トラポクラッペのコンセプトは、輸送機の開閉可能な動体化面パネルを形成するローディングランプという現在のほとんどの軍用輸送機が装備するものと同じものであった。 1252は152、3メートルよりかなりの改善が図られたが、当時は既存の生産ラインを混乱させることが許されなかった。ドイツ航空省の見解は、152、3メートルの大大気は生産にあたって戦略物資の使用が最低限であり、戦闘用航空機が使用するエンジンを使わない、機体でなければならないというものであった。その後ユンカース社は、 1252を構造材も含めて木製に変更できる部位の調査と、ユンカースユも211を軍需物資在庫のある BMW 製のブラも 323R エンジンに換装できる可能性の調査を行うように指示され、この結果が1352に結びついた。1252の生産は、すでに完成している試作機と、すでに主要部品が半完成状態にある。 期待分のみに縮小された。結果、1352の生産へ転換するまでに完成した1252はわずか15期であった。ありがとうございます。